お疲れ様です。速稼塾の久保です。今日はですね、この電気料金の請求書についていろいろと考えてみようかと思います。シンプルに今、今月の支払いがですね、ここに2804円というふうに来ておりますね。で、この金額なんですけども、実はですね、補助金が入ってるんですよね、確かね。ここですか。8271円補助金で差っ引かれてるわけですよ。ですんで本来なら3万円ぐらいの電気代の支払いなのが今減免されてるってことなんですけども、これが今月で終わって来月から本当にね、3万円とかになるんですよ。だから皆さんのご家庭でも大体電気代が1.5倍になると思ってください。で、さらに消費税等相当額ってのがここに入ってますよね。なんやこれって話じゃないですか。で、これが本来の支払う金額ってことですよ。で、こちらがね、減免されてこうなってるってことなんですけども、あんまりじゃないですか、これ。20にも30にも。まあ皆さんのところにもね、こういった形で電気料金の支払い書って来てると思うんですけども、消費税もね、余計なんですけども、今、補助金が入ってこれですからね、それから電気代の高騰、これからも進みますよ。イスラエルとイランですか、こちらの方がちょっとこう対立しているところもあって、アメリカおよび G7 っていうのはイスラエル側に立つわけですよね。で、それまで、まあ、原油の取引があった日本っていうのはどっちつかずの対応を取ってきたんですけども、この度ね、G7 の方に支持を表明しましたんで、これはね、中東からの石油ってのがちょっと期待できなくなるかなっていうところで、やばいなと。で、ロシアからも当然もうね、2年間ぐらい入ってこないわけですから、原油高がまた加速するってことですよ。で、さらに円安がどんどん進んで、もう155円になりそうですよね。その他、食料関連も輸入に頼ってる部分は値上げをね、急速に進めて、もしかしたら、今後ね、輸入品が一番高くて国産が一番安いみたいな逆転現象が起きるかもしれません。でも、相対的に安いだけで、私たちのね、可処分所得では、食費すら賄えないような。だって今でも、食費はなんとかなっても、エアコンを消そうかとかっていうレベルになってきてるわけですからね。で、うちは結構使ってる方だと思うんですけども、それでもね、やっぱこう、2万とか3万ですよ。2万、3万、をやりくりできない家計に食費まで削るようになってくると、もうそれ以上削るとこないですよね。まさに命を削るってことになっちゃいます。怖いですよね。一体どうなっちゃったんでしょうかね。まあ今回そんなぼやきでございましたけども、皆さんも支払い、この小何ですかね、電気代の支払い書をね、ちょっと見ていただければちょっと怖いなっていうところが共有できるんじゃないかなと思います。それでは。